改めて神谷さんのプロフィール少しご紹介をさせていただきます。45歳の福井ご出身ということで、参政党の、今党の副代表そして事務局長をお務めです。もともとは、市議会議員29歳でなられて、はい、で、その後いろんな選挙にも挑戦されて、そうですね、一回衆議院出て、もうそれやめようと思ったんですけど、講演会もあったんで、一回だけやって、はい、それが8年前ですね。でもやっぱ神谷さんにとにかく政治家を続けてほしいっていう人たちは周りにすごい多かったんじゃないですか。そうですね、やめるなとは言われましたけど、まあ、僕自身は嫌になっちゃったんで、僕は ね、嫌になったらもうすぐやめるんですよ。嫌なことは絶対しないんで、はい、いや、なんかその私も神谷さんの演説を何度も拝見させていただいて、はい、やっぱその話をされてたんで、本当にそういう時期もあったんだなと思ったんですけど、はい、この今振り返ってこの時期がやっぱり一番しんどかったなとかってどっかありますかね。人生ですか。人生一番しんどかった25、6の時に親父が会社を倒産させたんで、その時が一番辛かったですね。そうなんだ、うん、じゃあ政治家になられる前の時期なんですね。あの時に比べたらね、政治家の苦労なんて半分ぐらいです。そうですか。そうなんだ。だって建物とか全部取られてですよ。いや、借金残って婚約者にも逃げられましたからね。いや、それは大変ですね。30区でした、30区。そこからこうなんとか這い上がって、まあそうですね。だからね、選挙に落ちるなんていうことは別に、ゼロに戻るだけなんで、どうってことないですよ。マイナスを経験してるんで。いや、はい、それをでもなかなか言える政治家さんいないですね。まあ、最近はね、でもね、昔は戦争とかあったわけですから、それ乗り越えられた方々も強かったでしょうね。参政党がこう関西で強いんですけど、はい、代わりに逆にこの地方をまだまだちょっとこう弱いんだよなっていうところってあったりするんですか。それ言っちゃいますか。ダメですか、聞いちゃいますか。いやいいですよ。はい、やっぱり東北、それから中国、四国ですね。その辺はどうしてなんですか。どうしてちょっとまだなかなか浸透がしない。いや、これはですね、多分城間プロジェクトもそうだったんですよ。あんまりこう新しいものに行かないとか、あとまあ政治に関しての熱がちょっと低いというところかなというふうには思いますね。まあ、一番はやっぱりでも、うん、あまり新しいものじゃなくて保守的なんですよ、すごく。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、参政党にリクルートしたイメージが、はい、これでも統一地方選ともちょっと関係するかな。はい、いや、なんか早速もう写真ネタバレしてますけど、長渕さんとすごい素敵な写真撮られてますね。これね、長渕さんが主催されるイベントに呼んでいただいて、対談させてもらったんですよね。その時の写真ですね。長渕さんとはもともとお付き合いが、いや、まあ、の間に共通知人がいらっしゃって、はい、それでまあ選挙で知ってくださって、面白いねっていうことで呼んでいただいたんですけど、長渕さんリクルートしたいですかとか。いや、長渕さんはちょっと重すぎますね。重すぎますね。ちょっと重すぎる。重鎮すぎて、はい、ということで、まあ、参政党にリクルートした有名人はというテーマなんですけども、はい、こう例えば、まあ、なんかちょっと個人名挙げるのは難しいのかもしれないですけど、まあ、こういう方がいいなみたいなのって何かあったりしますか。例えば、そうですね、やっぱり日本が好きな人ですよね。だから特にこう国際経験があるというか、在外で外から日本見てらっしゃるような方、その方が多分参政党の党員でも在外の方多いんですよ。外から見た方が日本のことよく分かるんで、それ海外の経験を踏まえて、やっぱり日本のこと語っていただけるっていう方、だからミュージシャンとか俳優家の方、俳優の方とか、こう海外で活動されてたような方だと多分参政党とマッチするかなと思うんですけど、誰ですかね、誰がいいですかね。なんか具体的に名前難しいですか。なんかこう、いやいや、まあ例えばそうですね、誰でしょう。例えばこう、なんかこう、ご発言を聞かれていて、はい、この方結構合うかもなと思った方とかっていらっしゃったりしますか。例えば、まあ、在外というところにはのはまらないですけど、例えば農業とかされてるとかだったら山田孝之さんとか、ね、参政党も農業頑張りましょうって言ってますし、いいですね。わあ、そうだな、まあ、海外も行かれてて、結構僕は好きなのは大沢たかおさんとか、ね、はい、大沢さんいいですね。大沢さんどうしてお好きなんですか。やっぱり彼が出る作品がすごく、はい、そうなんですね、いいなというふうに思っていますし、やっぱりこう日本人とはみたいなところを、結構メッセージとして、発信されているような気がするので、はい、
が出るっていうことを、なんか他のとはそういう戦略取ってるのがあるんですけど、はい、そこに対しては特にもあのちょっとやめとこうとかそういうのはあるんですか？あの著名なだけの人はいりませんね。はい、うん、著名だけど中身がなかったらやっぱり、うん、合わないので最終的に、うんうん、やはり、まあ、武田先生なんかねうちの党に加わってくださってありがたいんですが、著名ではありますけれども、うん、でもそれだけじゃなくてやっぱり中身があるからなので、参政党員結構シビアなんですよ、党員が、うん、ガチの人たちなんで。いや、そうだと思います、はい、そのね、知名度だけあるアイドルとか連れてきたら僕がクビになります。お前何やってんだ事務局長と。厳しいですね。神谷さんがクビになるんですか？僕がクビになります。そんなことすごい、神谷さんが作られた政党なのに神谷さんがクビになっちゃうわけですよ。いやいや、それは変なことしたら不信任決議が出ますよ、ね、すごいですよね、はい、でも私もあの参院選の時に、まあ、弊社であの投票マッチングって言ってボートマッチングの仕組みやってるんですけど、はい、賛成党の支持者の方はすごいやっぱりあの政策への理解が深くて、うん、あのご自身が多分賛成党の支持者の方でクリックしていくとほぼ賛成党に多分マッチングしてましたね、なんかツイッターで見てたんですけど、はい、みんな賛成党にちゃんとなってたんで、ああやっぱちゃんと政策やっぱりこう見て決めてんだなっていうのはすごい、まあ、あんまり言うと怒られるんですけど、結構だからね学歴が高い方とか、うんうんうん、在外経験多い方とかが多いんですよね、うんうんうん、まあ多分ね表面的に見るとそれこそなんかカルトだとか、はい、オーガニック欲だとかいろんなニクレームつきましたけども、うんうんうん、表面だけ見るとそうなんですよ、うんうん、ちょっと突拍子もないことも書いてあるんで、うんうん、ただちゃんと背景を理解すれば、うん、あだから言ってんのねっていうのは分かるんで、うんうん、その辺のインテリジェンスがあると別に陰謀論でもカルトでもなんでもないというのは分かるんですけど、普段マテレばっかり見てたりすると、うんうんうん、まあ、そっちの方に意識持ってかれてるんで、うんうん、まあ、賛成と言ってることよく分かりませんとうんなるんですよね。だからちゃんと世の中見て政策的にこうだよねと思ってる人の支持を集めているという自負はあります、うん、いや私もなんかその賛成党さんの政策を拝見した時にすごいやっぱパッケージとしてちゃんとこう思想と一貫性があるなっていうのはすごく感じますよね、はい、なんかこうあっちもあっちの支持者もこっちの支持者もって取りに行ってるんじゃなくて、はい、やっぱりこうちゃんと骨太のその考えがあってでそこからやっぱり枝がこう決まってってるので、はい、その違和感が全然ないんですよね、うん、その全部を見た時に。なんでそこは本当賛成党の政策のすごいところかなと思いますね。まあ逆にだからこうあまり広くまだバーッと広がらないのはその辺もあるかもしれませんけどね。ただこれはやっぱり順番がありまして、うん、最初にこう相場的にバーッと支持者集めちゃうと、うん、結局右往の衆になっちゃうんで、うんうん、まず最初はやっぱりちゃんと政策とか理念に共感してくれた人で集めて、うん、核を作らないといけないんで、うんうんうん、まだ今その段階ですから、うんうん、なんかやっぱりそのなんだ知名度ある方いて、ね、客がつまんだなってもらうとか、そういうのやっぱりやったらダメなんですよ。うーん、なるほど。6番、演説ってどうやって鍛えられたんですかということで、はい、これはまあ神谷さんといえばやっぱりもうとにかく演説がお上手なもう政治家として多分全員知ってると思いますけれども、神谷さんは演説普段されるとき、はい、どんなことを気にして演説されるんですか？そうですね、来ていただいた方々に楽しんで帰ってもらおうと。楽しんで帰ってもらおうと、はい、へー。だって最近もう本当に去年の選挙戦の準備を1月ぐらいから始めたわけですけど、うん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 、3月ぐらいから行くと100人以上とか、うん、どこ行っても集まって地方でもね、うんうん、集まっていただくんですよ。で聞いたら2時間3時間かけて来たとかいう人も結構いらっしゃるんで、そこでね、なんか適当な演説やったら申し訳ないから、いやほら1時間2時間かけてきたからあったよと言って帰ってもらうっていうことを一番意識してますね。でもそれってどうやってじゃあ楽しませるんですか、具体的には。はい、いやそれは皆さんの顔を見て、皆さんの反応を見ながら、あのあこのいうところで皆さん笑ってくれるんだなとか、そういうところを気にして、もうライブなんで掛け合いですね。掛け合いなんですね、はい、あんまりどこ僕演説の原稿って考えないんですよ。そうなんですか、はい、へえ。なんかこうじゃあ例えば皆さんにこうなんか例えば皆さんが知らないようなことをお伝えしようとかそういう発想ではあんまりないんですか？だからそれもありますけど、でも別にね、その 毎回新しいこと知ってるわけじゃないんで、まあ時事ネタ盛り混ぜつつ、まあでもやっぱり皆さんがまあ面白かったとか、あんまためになったとか、まあ中には感動したっていう方もいてくださるんで、何かこう喜怒哀楽のね、ものを持って帰っていただかないと、もう人来てくれなくなるんで。これやっぱ神谷さんは昔からそうだったんですか？いやいや、そんなことはなくてですね、まあ市議会議員の時ってやっぱり市のこと言わないといけなかったから、あまり国政のことって語れなかったんですよね。だからね、あんまりなかなか全力で出せなかったっていうのがあって、一番ね
気持ちよく演説できたのは衆議院の選挙で、あの2012年自民党ですね、うんうん、日本を取り戻すというのをね、うんうん、言えた時はやっぱりあれは気合入りましたね。自分のやっぱね、府議会議員とか市議会議員じゃダメなんですよ。 あそこまで言えないんで、なるほど、はい、やっぱ国政の候補っていうのがやっぱりいいっていうのが一つと、うん、あとそうですね、やっぱり自分で言うのはあれだけれども、この10年間僕毎日 YouTube を配信してて、うんうんうん、3000本以上の動画作ってるんで、うん、そこの中で僕が学んだ知識っていうのは大量にあってですね、うん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 、それをやっぱり折に触れて皆さんにお伝えしてるということがあるのと、だからそこが情報源ですよね。であと私5年ほどぐらい前から女性のための社会学講座っていうのをずっとやらせてもらっていて、要は政治に全く関心がないお母さんに政治とか歴史に興味を持ってもらうっていう、そういうコンセプトの講師をずっとまあやらされてたというかですね、頼まれてたんですね。それには難しい言葉使っちゃいけないし、その分かり難しいこともなるべく分かりやすく伝えないといけないんで、それをやっぱりもう50回か60回ぐらいやってるんですね。それがすごくトレーニングになったのかなとは思います。そうですか、はい。いろんなやっぱりこうことを考えて演説されてるんだなというよく伝わったんですけども、ここでちょっとじゃあ千葉さんの、選挙ドットコムチャンネルの、おなじみのですねスピーチライターの千葉さんが、はい、神谷さんの演説をどう分析されてるかということで、はい、はい、お難しい言葉を使わない平仮名率を高めた演説、どんなバックグラウンドの方が聞いても共通認識が得やすいと、あ、はい、神谷さんはやっぱおっしゃっていたことと一緒ですね。そうです。ねうん、これやっぱり納得されますか。納得しますね。だからそういうトレーニングを、うんうんうん、まあ、したというかさせられたというかですねまあやってるうちにできるようになったと。要は難しいと皆さんポケーっとしちゃうんで、うんうん、だから難しい言葉を極力使わずに例え話とかを入れて分かってもらえるようにするとですね。そして2つ目、ほうストーリーを語る、はい、時系列と互換感情の描写が含まれており情景が浮かぶ結果興味が惹かれる、はい、へー、これは意識されるんですかやっぱり。そうですね、あんまり意識はしてないんですけど、うん、やっぱり一番ストーリーが入るんですよね、うん、頭に残るんで、それはまあ自分が聞いててもだから僕の中にはストーリーが入ってるから、うんうんうん、頭の中に入ってるストーリーをただ伝えてるだけっていうだけですね、うんうんうん、全部僕もストーリーで記憶してるんでいろんな物事を。神谷さんやっぱこう歴史もお好きですもんね、はいはい、だからやっぱその辺をこうなんかこう感じるところあるんですか。そうですね、だから偉人伝を語るかのようにいろんなものをこう説明してますね、うんうんうん、はい、僕の中にストーリーで入ってるってことですね。へえ、面白い、はい、そして3つ目、一文の長さが短い、おお、声上げるタイミングが分かりやすい、はい、これもやっぱり意識されるんですか。これあんまり意識はないですね、バーッと喋って、うんうん、まあでもやっぱり最後に皆さんにこう強いメッセージを伝えるときは短めになりますよね、うん、はい、だって強いメッセージで声張り上げるし、うんうん、声張り上げてわーってうるさいじゃないですか、うんうん、か声上げるときは短めにしないと品種買うんで、声上げるときは短く、たまに候補者でねずっと声張り上げてなかなか喋ってる人がいて、横で聞いててもうるさいんで、止めてうるさいうるさいっつってああそうなんですか、はい、いやで神谷さん結構演説の指導されたりもするんですか。あ、僕しますよ、結構。あ、やっぱされるんですか、はい、そんな僕に学問的な知識はないんですけど、いや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 、でも直感的に、聞いてて聞きやすい人とやっぱ聞きにくい人といらっしゃるじゃないですか、うん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 、だから なんでこの人聞きにくいのかなと思ったら、うん、その聞きにくい理由をちょっと分析して、うん、いやこういうところだからあんた聞きにくいですよと、うんうん、もうちょっとこういうふうにしたらいいんじゃないですかっていう話はよくしますね、だいたいどういうところがこう皆さんこう課題としてあるんですか、聞きにくい人の場合は、うん、まあやっぱり、一番は初歩段階で言うと話すことが決まってないから、どんどんブレちゃう感じ、そうなんか起承転結も、うんうんうん、何もなくて、うん、ただただ自分の思いだけを言ってるとか、うんうんうん、まあ、言ってることがなんか支離滅裂とか、うんうんうん、あとは支離滅裂だし、あと叫んでたりもするんですよね、何々でしょとか、何々じゃないですかとかこう賛同を求める呼びかけはしてるんだけど、はいはい、いやそれこそストーリーがあって、うんうんうん、でこういうことでしょと、うん、だからこうだって言えばいいんですけど、うんうん、前振りなしにギョイワーワーって言ってたらでも、ね、それはダメでしょって言ってですね、うん、いやあ、まだ4つ目もあります、批判のコメントを使う、はい、おあ、
そうですね、確かに神谷さんが、例えばその時した行動とか言動に対して、うん、こういうこと言われたっていうのは結構神谷さんスピーチの中でも言われますよね、言いますよ、だって悔しい思い出が山ほどある感じですね、うん、それは意図的にやってんじゃなくて僕は散々罵倒されてきたからですね、うん、事実をそのままに語るとですね、こういう風になっちゃうっていうですね、いやでもここは私結構印象に残るなと思って、やっぱ、はい、周りの政治家からそんなこと言われるんだとかって、はい、結構なんか皆さんびっくりしたりするんで多分聞いていて、いや政治家も有権者からも殺せられてますよそうですか、はあはい、そして最後会場の盛り上がりを考えて声のスピードを変えて話してる、はい、へーやっぱりあこの辺も意識されるんですか、いやあこの辺はもしかしたら自然にやられてる、自然ですね、あんまりスピードとか意識はしない、あの声の強弱をつけるっていうのは意識してます、うん、なぜならずっとがなってたらうるさいから、だからまあちゃんと聞いてもらえた時は落ち着いて話して、うんうん、やっぱり強く訴える時はちょっと強めに言ってみたいな、そういうことはやってますけど、スピードまでは意識はしてないんですね、声のトーンとか強さぐらいは考えてます、はい。